はいどうも、今回はセブンイレブンのコンビニスイーツふわもち桜ワムレット。これね、なんやろか、これ桜はわかるよね、春なので。最近桜っぽい商品もだんだん出てきた感じで、雰囲気はこのなんかあの桜の匂いがこうふわっとこう鼻から抜けるようなイメージはしてるんですけど、なんだろうねこのワムレットって。わ言い過ぎやね。和の和風なオムレットなんですよね。こう挟んだ感じですかね。これは生菓子なんですね。でこしあんクリーム、あんこ入ってんだ。へえ。こしあんクリーム、桜っぽいのは一切ないけどね。どの辺が桜なんやろね。これ熱量は1個あたり208キロカロリーです。まあコンビニスイーツにしたらやや低めかな。でこうふわもちっていうのは多分なんだろうな、外側のこのなんかどら焼きみたいな部分のところがふわふわしてんのかなと。この値段見てください、160円ってそこそこ高いですよね。これで多分ね、その分だからなんていうの、桜の季節にぴったりなスイーツなんじゃないかなと。これ絶対美味しいですよ。食べてみたいと思います。これ守られてますね。どうすかこれ、開けてさらにこのケースがあって、さらにこのフィルムですよ。コンビニスイーツのこのコンビニスイーツにしてはこの重厚さ、守られ感半端ないですね。おお、重たい。こんな感じですね。あんこ入ってますね。あんこ、これ匂いはやっぱ桜なんですかね。匂いは、お、桜餅の匂いがします。ちょっとね、これ割ってみましょうか。割るっていうか切ってみましょうか。ちょっとここケーキ入刀。まだ見せないですよ。もったいぶるからね。もったいぶるからね。これいきますよ。あ、ちょやっぱどら焼き部分超しっとりしてますね。じゃあいきますよ。オープン。ドン。かわいい。スライムやんこれ。スライムやん。2回言うたけどさ。なんかあれだね。スライムの中でもなんだっけ、あのオレンジ色のやつのスライムだから、あのベススライムだっけ。青くないやつのスライムっぽいっすよね。なんだろう、ちょっと顔にも見えますよね。これここ、目っすよね。目が2つ、寄り目ですね。寄り目、ミュンミュンピュン。はい、これちょっとね食べてみたいと思います。いただきます。まずはね、ちょっとこの具が詰まったとこ、こしあん部分と生クリームが入ったこの桜部分を食べてみます。あ、結構ね、あとから桜がすごい来た。桜ちゃん来たね。ここのね皮部分がもっちもちしてんすよね。結構あのどら焼きみたいにふわっとくるんかなと思ったんですけど、しっかりしてんのね。コシがある感じ。コシとか言うんかなこれ、分からへんけど、なんかねもっちもちしてて、ふわってなんかこうか、なんかこうどら焼きみたいにサクッと消える感じ、シュッと消える感じじゃないね。表現むずいわ。とにかく食べてみたら分かるけど、もちもちしてる感じね。あ、しっかりしてる。しっかりしてんだけど、すごいしっとりしてんのよね、これ。こう、触ってみた感じもすっげえしっとりしとんのよ。だからね、なんかすげえパッサパサ感があるっていうよりかは、美味しいので、最後に、ここのね、多分この、ピンクの皮部分に練り込まれた桜の風味がですね、後からふわっと
桜が抜けていくのよ、桜が。桜まあ散るのよ、これ。美味しい、これ。なんかね、おしゃれだね、これ。なんかこう、コーヒーと飲みたいというよりかは、やっぱお茶と飲みたいね、これ。なんでだろうね。あんこだからかな。美味しいね、これ。うん。続いて、あんこもね、そんなにね、びっちり詰まってないから、そんなに、なんか桜餅みたいな感じにはならなくて、クリームがこう、まろやかさを増して、こう、全体的に、なんかこう、桜の、舞い散る、桜の下にいるときに、なんか高校生時代のときに、女の子に告白して、なんかこう、OK って言ってもらったときのその淡い感覚。全然わからへん。という、なんか青春の味よ、これ、なんか。うん。美味しい。クリームも結構、そんなに甘くなくてですね、コク深い感じですね、このクリーム。うん。うまい。青春の味がしたよ、爆笑太郎くん。最高の逆を言うね。お皿を洗うとき、何を使うと便利なの？なんだろう。と聞かれた。うん。そして彼女は答えた。うん。いろいろ試したけど、うん、夫が一番ね。ん？ T。ちょっと待って。T。どういうことや？ T。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 なんか、入賞したぞ。入賞したぞ。いろいろ試したけど、夫が一番ね。うん。なんか、青春の味が、なんか、全部超台無しになった気がしました。ちょっと暗い気持ちになりましたけど、これ、セブンイレブンのふわもち桜ワムレット、ぜひ青春の味を思い出してください。美味しかったです。じゃあねー。